こんな風に高さの違うものを入れられるペン立てを作ってみましょう。まず牛乳パックです。高さが約20センチありますから、半分のところで切ります。半分のところに印をつけたら折りつぶします。ちょうどこの線になりますので、ここを切っていきます。折り目のところまで切ったら、こんな風にくぼませて、ここを切ります。これで同じ高さのものができました。次にこちらを切り開きます。折り目の部分も乗せておきます。2枚揃えて、高さが揃うように少し切ります。これを先ほどの半分に切ったものに当てて、ここに線を入れます。で、この端のところからこの線に沿って切っていきます。ここまで切ったら反対側を切ります。最後にこのまっすぐの部分を切ると切りやすいです。これでこれが中に入るか確かめてください。少し大きいので切ります。これを1枚だけ半分に折ります。折り目をつけたら、から半分ですね。これだと6センチくらいだから、こうですかね。切り込みを入れるところに印を入れます。この印を切り取るように、隙間を開けます。
この2枚を重ねて印を書いたら同じように切り取ります。これを組み合わせてこの中に入れます。これで仕切りの出来上がりです。一旦仕切りをのけて紙を巻きます。外側に巻く紙は模様が透けないように濃い色の紙がいいです。牛乳パックを当てて線を描いていきます。これにのりしろをつけて切り取ります。のりしろは2センチから3センチぐらいつけてください。のりは液体のりを使います。出来上がった時にピンと張りが出てシワが伸びてきれいに仕上がります。この印に合わせて貼っていきます。多少ずれても大丈夫です。折り込む部分に切り込みを入れて折り込んでください。裏側も折っておきます。ここはのりがついていませんからしっかりつけておいてください。空いているところには残った紙を貼るといいです。
これに先ほどの仕切りを入れると出来上がりです。背の高いものは奥に、背の低いものは手前に入れると取りやすくなります。マスキングテープを使ってちょっと飾ってみましょう。こんな感じにできました。